次のご講演は NSITEX アカディア NS72RISC564 ビットプロセッサー WithVectorExtension です。 私様は株式会社 NSITX 開発部プロセッサー開発室プロセッサー開発課課長でいらっしゃいます NSITX は2017年に株式会社デンソーからスピンオフして設立された先進的なプロセッサーを開発する IP ベンダーです機能安全に対応したリス5ベースの プロセス IP を開発しています。高効率、高品質なアンドタ IP により幅広いアプリケーションに対応し、次世代のアンドタ技術の進化に貢献します。私様は組み込みアプリケーションの CPU アーキテクトおよび設計者として15年以上の経験があり、現在は Nesatech、SI、のテクストの CPU アーキテクトです以前は CPU の、えー、ISA の仮想化マルチスレッドおよび社債 MCU のマイクロアーキテクト設計に携わって今おられましたまたエンタープライズレードコントローラーの MIPS64 ベース CPU 設計にも取り組まれました、えー、とプレゼンは一応20分間で15分経過したら1回賃を鳴らします えー、でキーワードは10分間ということでじゃあそれではじゃあ阿達様よろしくお願いいたしますはい、えー、ご紹介ありがとうございます NSI テックスで、えー、リスクハイブプロセッサー開発のマネージャーをやっております足立と申します、えー、よろしくお願いします,ます失礼しました <laughs> これでよろしいですか、ね、はい、はい、えー、っと NSITX にて、えー、リスクファイ5プロセッサー開発のマネージャーをやっております、安、え、達、ー、と申します。えっと、本日は、えー、NSITX アカリア、えー、NS72 NS、えー、と題しましてファイブ5 6 4ビットプロセッサーウィズベクターエクステンションの、えーま、ず会社で開発しました、えー、コアの紹介をさせていただきます。 まあ今日あの大変立派なえと会社紹介と私の紹介もいたし,させあのしていただきましたのでえ会社の紹介通常やるんですけどもえスライドと時間にも限りがありますので飛ばさせていただいてえと今日のプレゼンテーションのアウトラインはこのようになっております。弊社あの2017年に、えー 電装からスピンオフして、えー、できた会社で、まあえっ、ー、と彼これ五年ぐらいのえっ、ー、と活動期間になってきているんですけれども、えー、今年の七月にですね、えっ、ー、とまあこれまでもまあ車載用中心とした、えー アクセラレータータ IP を開発プロセス IP を開発してきたんですけれどもそこの製品ラインナップを見直しましてブランドとして新しく n s i t ク x アカリアと呼ばれる製品ブランドを立ち上げましたで、まあ、そちらの、えー、ターゲットである狙いであるとかというのを少しご説明させていただきたいのと、えーまあ、本題でありますコンピューティングコアである NS72 をご紹介させていただきたいのと、まあ、最後に簡単ですが、まあ、本日のエッジテック店のリスク5パビリオンでもブースを持たさせていただいているんですが、まあ、現在 NS72 でデモとしてお見せできるものについてご紹介させていただきたいと思います。はい、それでは n s i t ク x アーカリアについてです。こちらが弊社 私たちがまあ考えておりますえーまあユーザーのアプリケーションのまあ編成になります、まあ、弊社あの出身母体がまあえ自動車伝送部品ということもありましてまあターゲットのアプリケーションというのは常にまあメカ実際のまあ物理的なものをえーターゲットとしたものとなってまして、まあ、現在まあ3つの大きな、えー アプリケーション軸を考えておりまして、まあ、制御の、えー、コントロール系の、えー、軸と、えー、オートモーティブの軸とスマートファクトリーといった分野を考えております。まあ、それぞれぞの分野で、まあ、例えば 分野ですとオープンループの制御からフィードバック制御適用アダプティブコントロールフルモデルコントロールといったふうにユーザー側のアプリケーションのデマンドっていうのはどんどん変わってきているんですけれどもそこで前要求が変わってきたところでの共通に抽出したものとしてアプリケーションのキーワードであったりキーテクノロジーがありますがそれらを 抽出した結果、まあ、コンピューターコンピューティングに対するリクワイアメントとして、まあ、私たちが大事に考えているのは、えー、柔軟性フレキシビリティと、まあ、電力効率パワーエフィシエンシリアルタイム性で、まあ、自動車分野を中心としていることもありまして機能安全ファンクショナルセーフティが重要だと考えまして、まあ、私たちはここのリクワイアメントを大事に考えて、まあ、製品を開発しております。 こちらがですね、アカリア、製品のブランドですので、わ割と広いイメージで書かせていただいているんですけれども、非常に誤解をなく、簡単に言いますと、アカリアのプロセッサーというのは、ドメインスペシフィックなアクセラレーター IP を弊社としては作ってきまして、どんどんとお客様のデマンドに対応していくということになります。ここでお客様というのは 自動車伝送部品だったり半導体ベンダーだったりというところにあります。で、まあ、このドメインスペシフィックなアクセラレーターを開発していくにあたってドメ,インドメイン特化っていうことはまあ基本的にはそこに合わせた IP を開発していくのですけれども、まあ、弊社はまあ体格がそんなに大きくなくて小さな会社でスタートアップっていうこともありますのでこのドメインスペシフィックアクセラレーターをどうやってあの。 短いタットで、まあ、新しくどんどん開発していくかっていう点を考えた場合にスケーラビリティとバーサティリティ、まあ、汎用性ですねが、えっと、必要だというふうに考えましてアカリアのプロセッサーは基本的な考え方としましてはスタンダードなリスク5のプロセッサーとそれに付随する形でのエクステンションユニットを備えたものでアカリアプロセッサーと呼んでおります このエクステンションユニットは必ずしも CPU のコプロセッサーという形で存在するわけではなくて、例えばマルチコアであったり、CPU とはかなり独立した IP であったりするケースもありますが、いずれにえっとこのアカリアプロセッサーの中核部分にキーコンポーネントとしてリスク5のコアが存在していることになります。もう少しだけ会社の紹介させてください。 で実際に弊社で開発していますアカリアプロセッサーの実例をご紹介します。こちらに4例ほど持ってきております。具体的な例としましては、アドバンストコントロール、先進制御の分野で、モデル予測制御を実現するために、32ビットのリスク5を複数コア並べて、ベクトリユニットを備えたコアを実際に開発します。一番左の例です。これは昨年ですね、DR1000。 昨年一昨年ですね DR1000 という名前で実際に市場に出すことがせ出すことになりまして製品として流通しておりますで、まあ、ここで開発したリスク5の32ビットコアをイメージリコグニションと書いてますが画像認識の制御コントロールコアにも活用するしておりまして、まあ、この分野でも使われている。 三つ目、左から3つ目の例としては、まあ、AI アクセラレーションの前処理後処理という分野でもリスク5項は使われています。でまあ、これが、えっと今日ご紹介する NS72 の適用例なんですけれども64ビットのベクトルユニットで AI の、まあ、非常に高い負荷のコンボリューションの部分というのは専用ハードウェアで行うんですがそこに至る部分の前処理後処理をリスク5のアで実現いたします。 最後の例としましては、ネットワークのセキュリティを担う分で、セキュリティ IP を制御したり、そこで動くソフトウェアスタックを動かすためのコアとして、RV32 が育っていたりします。はい。でえー ご覧の通り、まあ、弊社が開発する、まあ、アカリアプロセッサーには、このリスク5のコアが、え、キーコンポーネントとありまして、え、そこでですね、私たちは、え、まあ、アカリアリスクファイ5コアと、え、題しまして、NS ファミリーという名称で、えー、 製品ラインナップを整えております、まあ、NS って言っているのは、まあえっと、当初は NSITEX スタンダードコアという、えー、頭文字で、えー、取っていたんですが、まあ、ブランド名がガリアとなってましたので、まあ、今となってはちょっと何の名前なのかが分からなくなってしまいますが、まあ、NS ファミリーという名前で呼んでおります。 で、まあ、NS ファミリー自体の、ま、機能は、あの、まあ、よくプロセッサーで、あの、目指しているところで書かれているところと大きく変わるわけではないんですが、まあ、パワーとエフィシエンシーがいいのと、まあ、ロコストであるっていうのはあるんですが、まあ、弊社としましては一番大事な、え、ポイントとして、まあ、左下にあります、え、クオリティサポートですね。特に、ま、機能安全であったり、え、高い、ま、え、品質をサポート、自動車向けに高い品質をサポートすることを、え、一番の軸として考えております。 でまたま、体格もえと小さくてまあえ素早くですねえーとターゲットのアプリケーション向けに CPU コアをカスタムできるという点もまあ私たちの強みとして考えております。 まあ、NS ファミリー自体の、えっと、製品のシリーズといいますかライ、ラインナップはこのように考えておりまして、まずえー、この後、えっと、少しご紹介しますが、NS7531 という形で、まあ、上からパフォーマンス系のコアと、えー、コントロール系のコアというような形で開発をしております。えー、次の2つのスライドで2枚ほど製品紹介させてください。 NS31、NS これがまあエフィシエントコントロールコアと題しておりますが、32ビットのえリスク5のえ比較的小さいえ4ステージのコアです。あの簡単な分岐予測とか載っているようなコアです。単精度の FP を持っている。でまあこれがまあちょうどえーとまあ大きな SOC システムなどでえ使うにはまあ使い勝手でボロ感のいいあのコアというような形で、これをえ いろんなシステムのコントロールプレーンの制御コアというような形で活用しております。でまあ当然ですが、えー、とこのキーフィーチャーの一番下側にあるとおりまあフサですねファンクショナルセーフティーに対応しておりましてまあ安全機構などはハードウェアとして実装されておってまあアルコアロックステップのメカニズムでまあハードウェアの故障に対してはえっ、ー、とまあリダンダンシーがあるというふうに言えます。 でもう一つ開発しているのが NS1111 というコアでもうこれは、まあ、あのベースのパイプラインは、まあ、先ほどご紹介した NS31 と大きく変わるものではないのですが、まあ、さらにコストを気にされるお客様といったような領域においてベリースモールローパワーマイクロコントローラーと記載していますが、まあ、より小さいレジスタセットのアーキテクチャをサポートしたモデルであったりします。 ただし、まあえっと、大きな差分としては、えー、メモリ周りですね、えっと。バスアクセス、バスインターフェースの部分とかが、まあ、より簡略化されていて、えー、NS31 と比べて、えーえー、フットプリント、えー、シリコンの、えー、とコストが、まあ、小さい、えー、と CPU コアになっております。はい。で、えー、本題に入ります、えーと。コンピューティングコアの NS72 という、えー、ところに入っていきます。 1>, で1枚だけと導入のスライドを入れさせていただいています、えー。コンピューティングコアフォーデータプレーンとありますが、まあ、なぜ、まあ、あのデータプレーン用の、えー、と計算するようなコアを、まあ、弊社 NSITX が作るのというような、まあ、自問自答の、えー、スライドになっております。でまあ、当初、まあ、私たちは、えー、と計画としてはですね、コントロールコアとして、まあ、リスク5のコア小さいコアを作って、アクセラレーター部分、ハードアクセラレーター部分は、えー、専用の ハードワイヤードのロジックを作っていこうというのが、まあ、ベースラインの考えとしてはありました、まあ、ただしこのデータプレーンの部分の、えー、がですね、まあ、ソフトウェアスタックが、まあえー、とどんどんとまあ複雑になっていくこともありまして、まあ、完全にそのハ,ードウェアハードワイヤードなロジックだけではそのデータプレーンの設計がやりきれないっていうようなことがまあ見えてきておりまして、まあ、そこの問題を解消するためにデータプレーン側にも、えー ソフトウェアのプログラマビティを持たそうということでデータプレーン用のコアを開発することを決断しましてこの後ご説明します NS72 っていうのを新しくですね右下に、まあ、あの簡単な絵が描いてますけれどもデータプレーン用コアとして準備をしていくことになりましたはい、えー、とこちらが、えーまあ、NS72 の、えー オーバーーバビューになります。この後のスライドで、まあ、今日はあのなるべくあのテクニカルな内容を少しご説明したいと思っていますので、えー、パイプラインのマイクロアーキテクチャに触れていくんですけども、まあ、オーバービューとしては、えー、とこちらに書かせていただいたとおりのもので、えー、命令セットのアーキテクチャとかそういった表面的な事柄に関しては、まあ、近年の、まあリスク5のアプリケーションコアで必要とされるような、えー、命令セット RV64 の GC、まあ、あと 特徴としてはベクトルですね V とビットマニピュレーションのオペレーションに対応しているまた割り込みコントローラー仕様もスタンダードなインターフェースに従ったスペックに従った仕様として搭載しておりまして1クラスターあたり最大4コアのクラスターを合成するようなアーキテクチャになっておりますえっとでこの後細かい話が続くんですけれどもそれはより詳細な絵を見ながらご説明いたします でえっ、ー、とこれが、えーまあ、パイプラインのオーバービューになります、えーまあ、こちらにありますとおり、まあ、大体10段ぐらいあのスーパースカラーのプロセッサーですのでパイプラインステージ段数をあのきれいに数えることがなかなか難しいんですけれども、まあ、おおよそ10段以上の、えー、とパイプライン構成になっておりまして、えー、簡単にえと言いますと、まあ、3way のアウトボーダーコアと呼ばれるものになります でまあ、これはまあリスクファイ5のえっと命令セットアーキテクチャでまあ公開されている中では、えっと、まあ今年、今年度に入りまして、まあ、あのリスクファイ5をリードされているあの各社さんがまあいろんなコアを発表されて、まあ、このレンズのコアが出てきましたが、まあ、それと同じようなまあリスクファイ5アーキテクチャの中では比較的あの高性能なハイエンドに位置するコアなのかなというふうに考えております。 まあただこれはなぜこういうところから狙っているかといいますと当然サーバーであるだとか PC モバイルといったスーパーハイエンドな領域ではありませんが私たちがターゲットとしているアプリケーションや SOC デバイスの領域年次ですとこれぐらいのデザインがちょうどバランス感と性能とコストのバランス感がちょうど良いバランスになることだなというふうに考えてやっております。 はいでまあ、マイクロアーキテクチャーの中に入っていきます。えーまあ、これは本当にディテールになってくるのであの簡単なご紹介になりますが、まあ、10段の中で、まあ、大きくあの4つのグループで、えっと、ユニットが分かれて設計されています、えー、右側にまあパイプラインのステージの説明がありまして、まあ、インストラクションフェッチを担う IU というユニットがありまして、まあ、これが3ステージ担当していますでもその後、えー、命令のコントロールを担います、えー インストラクションコントロールユニット、まあ、このユニットは命令のデコードとレジスタリーネーミングおよびリザーベーションセッーションへのディスパッチョになりまして、まあ、これらがそれぞれ1サイクルあたり3命令処理することができますで、まあ、インストラクションコントロールユニットは同じように命令のコミットリタイアメントをになっておりまして、まあ、それも3命令同時に処理するので、まあ、トータルのスループットとしたマイサイクル3命令流れていくようなアーキテクチャになります でえー、いわゆるバックエンドと呼ばれる、えー、エグゼキューションユニット以降のフェーズがおになっているのが、まあ、スカラーエグゼキューションユニット SU と呼ばれているパートで、まあ、これはだいたい命令イシューからレジスターフェッチ、えー、実行を合わせて、まあ、3ステージ以上の、えー、とパイプになりまして、えー、リザーベーションステーションはそれぞれ、えー 16段あるようなアーキテクチャになって ALU が3つと赤外、まあ、演算が1基乗算が乗算乗山機が1基データコンバーターが1基みたいなアーキテクチャになっていて、まあ、レジスーファイラーここに書かれているようなようですで、まあ、最後にまあメモリーユニットとしてましてはロードストアがまあそれぞれ2パイプあるような形で1サイクルあたり2命令のロードストア命令が処理できるアーキテクチャになっておりますこちらがまあマイクロアーキテクチャの概要となりましてなります ええっと今日の、えっと、NS72 の、まあ、テクニカルなハイライトのもう一つのポイントとしては、ベクタープロセッシングユニットがあります。えー、NSITX としては、えっと、先ほどご説明いたしました DR1000 以降の、えー、2回目のコアとなります、えー、ベクター、えー、第2世代の VPU を開発しております。まあ、これは RISC-5 のベクターエクステンション、えー、バージョン1.0にも対応しておりまして、えー、スカラーとタイトに結びついたコアデザインになっております。 でえー、こちらのまあキーフィーチャーといいますか、えーっと、ポイントとしましては、非常に長いベクトル帳となっておりまして、まあ、この長いベクトル帳によって、えー、メモリーレーテンシーが隠蔽できることと、えーまあ、パイプラインの、えー、制御の中に、えー、ストールレスと書いてますが、命令発行をスケジュールする、えー、パイプラインスケジューラーというのを備えております。まあ、それのおかげによって、えー、長いベクトルパイプラインの中で、えー ハーデアのインターロックを行うようなハーデアメカニズムが不要になって、まあ、演算回路規模の割には非常に少ないコストで回路実装が実現できるのとパイプラインの振る舞いがデタミニスティックになりますのでベクターチェーニングと呼ばれるベクトルアーキテクチャの加速パフォーマンス改善技術が適用できていますで。同じくマルチスレッディングをサポートすることによってベクトルのパイプラインを 有効に活用することができております。パイプラインのストラクチャーのオーバービューはこのようになっていますが、まあ、ちょっとここはディテールになりますので、次のスライドといかせていただきます。はい。で、実際に v p u のパフォーマンスとして、このような結果が得られています。このグラフで見ていただきたいのは、スカラーの十分にコード最適化したスカラーのパフォーマンスを 1>, 1で正規化したときにこのベクトルユニットがどれぐらいの性能を出せますかっていうものです。 でえーとまあ、左がです、ね、1スレッドって書いてますけどシングルスレッドのプログラムとして、えー、ベクトル実行した場合にどうなるかでそれぞれ色が違うのはベクトルの、えー、ベクトルレングスが1282561024の時のケースでして、まあ、1024という非常に長い超ベクトルの時は、えー、理論ピークに近い128が理論ピークなんですが112倍の実行性能が出ているんですが、まあ、ベクトル長が、えー、比較的短い時には45%パー。 近いようなな倍の性能向上になっていますただしこれがですねマルチストレート実行によって理論ピークにまではいかないんですけれどもそこに近いような値まで近づけることができて、まあ、私たちが持っている VPU のエグゼキューションパイプラインのユーティライゼーションが十分高めることができるというふうに考えております。はいえー、と最後に、えーと まあ本日、リスク5パビリオンにてまあデモ展示を行っておりましてまあ現在、この NS72 はまあ先行的にえ評価いただけるお客様にはご提供できる形になっておるんですけれどもえそのえお客様にどういうようなデモ環境がご提供できるかをご説明しております。2つありまして NS72 のパフォーマンスエスティメーターと呼ばれるものです。 でもこちら、先ほどのスロットでご説明がありました、インペラス社のシミュレーター技術と共同で開発してきたもので、技術としては、インペラスのタイミングエスティメーション ケーパビリティとありますが、えっと、の能力を生かして、まあ私たちの方で、シミュレーターのパイプラインモデルであるとか、バススループット、レイテンシーといったものをモデリングしていくことによって、おおよそのベクトルパイプラインの性能が予測できるような状態になっております。 でまあ、絶対値という意味で見ると、えっとまあ、場合によっては倍半分、えっと、性能差が見えるようなケースもあるんですが、まあ、そもそもそのベクトルの性能向上率が数十倍というようなケースにおりますので、えー、非常に早いステージアーリーステージでお客様に、まあ、私たちのアーキテクチャでどれぐらい性能改善しますかっていう,ようなのを見ていただく用途には、まあ、このパフォーマンスエスティメーターが非常に役に立つのかなというふうに考えております。 何より FPGA であったり RDL シミュレーションといったものが不要になりますので、まあ、このポイントは大きいかなと思っております。 でもう一つがですね、まあ、私たち NS72 の CPU コアを作っているんですけれども、まあ、これ基本的にはアクセラレーターとして考えてますので、まあ、ホストのメインコアから演算をオフロードしていくようなケースを考えてます。でまあ、そこに対して、まあ、アカリアホストデバイスプログラミングと書いてますけれども、ホストデバイスプログラミングができるインターフェースを設けておりまして、まあ、C およびオープンシェルライクなインターフェースを備えまして、えー、ホストの CPU、ここで書いてるのは PK86 であったり、 まあ、もちろんリスクファイ5がホストの CPU になるケースでもいいんですけれども、えー、Linux が動くようなシステムから、えー、ソースコードの改変が、えー、ほぼ、えー、不要な形で、えー、あたかも、えー、Linux 上のプロセスを実行するかのごとく、えー、私たちの NS72 に、えー、計算処理がオフロードできるような環境を備えて、えー、ご提供しております、まあ、これを動かす環境というのは FPGA にインテグレーションされた PC のキットが、まあ、すでにアベラブルです なのですが、まあ、これと,、えー、とほぼ等価な形で、まあ、先ほどのインペラス社のシミュレーターを使って、えー、ほぼ同じ環境が、えー、使えるような形になっておりますはいありがとうございますえっ、ー、とまあアカリア NS72 ということでデータプレイ向けのコンピューティングコアをご紹介させていただきましたでベクトルプロセッサーとしては弊社で第2世代目になりまして、まあ、性能、えー 自己効率がまあ良くなってきたのと、まあ、よりマッチョにえなってきたのかなというふうに考えております。で、まあ今後はこの NS7 2コアを用いたまドメインスペシフィックなアクセラレーターというのが世に出ていくのかなというふうに考えております。 で当然、このリスク5のアカリア NS ファミリー自体も今後も成長させていく予定でして、まあ、データプレイ向けのコアにはよりパフォーマンス、パワーエフィシエンスを向上させていくことでコントロールプレイ向けの NS1131 といったコアには機能性を追加していくというようなことを考えております。はいえー、ごごごあありりががととうううざざいいままししたた、はいえー、私様ども では質疑応答に移りたいと思います。えー、ご遠慮なくどうぞ。じゃあ私から、まあ、皆さん考えてる間に、えっとまずあのすごいざっくりとした質問なんですけど、あのまあ NS72。NS あじ,ゃあじゃあまずちょっと確認をさせていただきたいんですけど、はい、製品化状況についてです。えー、NS31 っていうのはもう製品化済みっていうことですかね、多分、はい。はい。ですね。はい、で、これはアクセレ,レーターなんですか、これも。いやいや、えっ、ー、と、これ、サンダーロンですよね。はいあの、まあ、NS ファミリーと,、えー、と言ったときには、まあ、リスク5のコアだけを切り出してきた。 えっと、コアとして、えっとまあ、扱ってい、えー、った時に、まあ、こういう名称であの販売も一応しております<は>一応と言っているちょっと言い方が悪いですねえっとまあ弊社はその広くまあ売っていきたいとはもちろん思っているんですけれども基本的にはまあお客様の要望とかを伺って、まあ、その、えー、問題を一緒に解決していくような課題解決型でやっておりますのでまあ 単にそに NS31 というスタンダードなコアを、まあ、あのそのままご提供するというよりかはそこの問題を解決するような、えーまあ、アクセラレーター IP というような形で、えー、とご提供しているのがまあ主とはなりますが、まあ、あのリスク5のコアとしても当然完成はしておりますので、えー、NS31 という形ではすでに販売をしております。これも自前,自前設計なんですかか全部はいわあありました じゃあもうち72という今日のメインの NS72 ですかアクセレデータこういうまあハイエンドスリーウェイでアウトボーダーでって結構すごいと思うんですけどベストロスででも、まあ、売ってるこういうの少なくともアナウンスしてる IP ベンダーもありますよね似たようなレベルのやつも、はい、でその自主開発された一番の理由っていうのは 何ですか,か買ってこないで作る理由っていうのはやっぱファンクショナル、えー、機能安全がどうしてもあのきちっとやりたいという,はそう,いう理由ですかあのはい今おっしゃられていたポイントの機能安全も非常に大きなポイントでして。あのまあ、当初その えーまあ、第一世代と私たち呼んでますけど、えー、DR1000 の、えー、ベクトルユニットの計算機を作り始めた時も、まあえー、とそのレンジの、えー、性能レンジで、えーとまあ、機能安全、まあ、車載で安心して使えるような、えー、とコアがまあ存在していなかったっていうこともありまして、うん、まあ自主開発をしておりますで、まあ、その流れもありまして、まあ、n s 7にも、えー、と当然あのサポートしてきたっていうような形になります はい、じゃあやっぱり機能安全がまあやっぱり自分で作らないとなかなかほの IP ベンダーでやそういうのやってるとないからってそういう理由が一番大きいんですよね,やっぱね,そうですねベースの考え方としてはそう,そういうところもあるんですがけれども、まあ、弊社は今回 ご紹介いたしました、そのベクトルパイプライン自体は、まあ、あの他社様と比べても、あの少し設計的にはあの尖ったといいますか、非常に長いベクトルを備えておりまして、まあ、性能的にも高いものなのかなというふうには考えておりますじゃあ、ちょうど時間なので、あのえっと、私様のご講演、これで一応終わらせていただきまますどううあありりががととごござざいいしたます。